回ここに置きます。あ、やばいやばい、いろいろ見えちゃう。あ、やばい、ちょっと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 、あ、なんか脇が見えた、どうしよう。脇が見えちゃうから、ここも一回横だと、こっちを一回これ外します。もうこいつ諦め、もういい、もうバイバイ。よいしょ。あ、もうなんだよ、結局ゲームができませんでした。入れかなう。なので消します、このやつ。オッケーオッケーオッケー、空白空白、オッケー。上からかけてるだけの服違うよ、普通の服だよ。はあ、そう、今日さ全然メイクしたんだけど、めっちゃ薄メイク今日はって感じ。しっかりコメント読んでいきますね。かなよちゃんが飲み物を飲む姿好き。え、恥ずかしい、恥ずかしいわ。スロー文字カクカク。治りました、ごめんなさい。3期生好きすぎる、本当。そう、3期生なんか、そう、プレゼントね、そんな、一緒に見に行く、みんなで。え、ちょっと見に行ってみるって言って、仕事があるために。ちょっと期待して、一旦行ってみるみたいな感じで、行くとプレゼント上がって嬉しいですね。そう。なんか口癖めっちゃ言っちゃう。なかったらはずいの、確かに。そう、なかったらはずいから3期生みんなで行くんです4人で。なかったらはずいから、まあ、4人で行ったらさ、なんかさ、はずくないじゃん、なくても。だからさ、そうなの、だから4人で行くんですよ。なかったらはずいからね。ここが痛い。8月それのやばいよね。坂井さん見て、汚れた枕に汚れてないかな、あの枕。お城の人が持ってるのはピンボールの景品で、よかった。あれはですね、スマホの裏の写真、これは普通に TGC の写真と、なんか学校の文化祭のシールと、入れかなう証明写真が入ってる。こっちはこの前遊んだコットのプリクラと、食べっ子動物ランドでガチャガチャ回した時に当たったステッカーかな。当日券出るでしょ、ゆなには内緒。了解、うち内緒得意。かなう推しの人、そう、かなうの推しの方みんなセンス良すぎて、プレゼントのマジで本当にもうセンス良すぎて、なんか普通にまずなんか女の子の気持ちを分かってる。もうプレゼントばっかくれるんですよ、服とかもそうだし、普通のなんか櫛とかもさ、リファの櫛とかくれたりさ、なんかもう本当に嬉しい、もう嬉しくて、なんか嬉しくて嬉しくて、なんか誕生日がなんかどうしよう、誕生日楽しみ楽しいとか言っちゃった。お盆のフェスの大抵がビロープされてる。ねえ、やばいやばいやばいやばやばい、楽しみすぎる。ちょっとね、そう、楽しみなんですね。カナエは庶民的愛されキャラだから、シンデレラ、シンデレラなりたい。うちマジでちっちゃい頃シンデレラに憧れてて、な、結構さ、うちめちゃディズニー家族だったから、家族でディズニー行く時とかもなんかこのドレスとか着るじゃん、ちっちゃい子って。それで自分はドレスはシンデレラで、妹がベルで、お姉ちゃんが白雪姫だったの。もうそれがね定番だから、自分シンデレラなんです。シンデレラシンデレラ、今日も好きです。嬉しい、電波悪いね。うし、ありがとう、山ちゃん、旗ありがとう、やったー、旗ありがとう。夏だから暴走して、確かに今年は飛び切り誰より夏っぽいこと。あ、メールで送ろうと思ったんだけど、今日カラオケ行ってきたんだ。ルンルンさんありがとう、山ちゃんありがとう、そのままだよ、指さしてみてどういうこと、怖くないの、なんか動けてる、ありがとう、みんな上からかけてるだけの服じゃないよ。あ、これがってこと？え、普通になんか、え、違う、半袖でヒラヒラしてるやつって感じかな。わかんないけど。え、でも、え、違う、自分でかけてない、これ。そういうなんかくっついてるやつ。嬉しい。これこれ可愛すぎてさ、永遠に来ちゃうかも。一緒。クーザ結婚しないよ。だって今日はもう夜ご飯食べちゃったもん。今日お肉の日だけど食べてないよ。食べてな、お肉。今日そうめん食べた。今日さ、なんかもう
本当に動き回りすぎて自分が本当になんかご飯食べるの忘れてたんですよ。気づいて帰ってきてね、なんか気持ち悪いなって思ってたら、多分その何も食べてないところにスタバのホワイトモカ入れちゃったから、胃袋だからめっちゃ気持ち悪かったんだよね。いきなり甘いもの入れちゃったから、そう何も食べてなかったからちょっとそうめん食べたよ。4人で行っていただけなかったらそれはそれできません。え大丈夫、多分みんな大体あるよ。そう大体あります、大体みんなある。手紙は常に何通か理想、あくまで手紙のために来たよ顔で。えそう、それがさ自分のさびっくりする話ね、自分手紙よりもプレゼントの方が多いんですよ。なんか手紙マジでまあ来るけど、なんか手紙よりもプレゼントの方が多くて、そうびっくりするのそれ毎回。みんな文字書くのめんどくさいのかなって思います。本当にみんなもかなめにプレゼントくれるんですよ。証明写真、でも学校の制服が写っちゃってるんだよね。マイナンバー証明写真は就活のこれなら見せる、なんか本当にやばいよ、マジおもろいよ、こんな感じ。就活のなんかためのやつでも就活と卒アルのやつかな。でも卒アルは口開けて笑ってたから違う、就活みたいなやつ、なんだっけ、就職活動みたいなやつのなんか履歴書貼るやつ、まあ、自分使わなかったから全部もらったよって感じ。他の3期生にプレゼント金融、えそう嫌やな、なんで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 、そう嬉しい、みんなプレゼントくれて、もうダースさんのやつめっちゃ使ってる自分もう櫛が最高すぎて、もうほんと毎日使ってるんですよマジで。ありがとう、当日キャラな行こうかな、来てよかんちゃんバラありがとう。幼稚園夏休み入ったおい幼稚園児じゃないぞ、単純丸先でよん、かんちゃんありがとう。そう自分さお水飲まないからさ、しっかりさお水飲もうと思ってさ買ってきたんですよ、でここに置くことにした、配信中。かんちゃんバラありがとう、ルルさんありがとう。ジュリエットにはなりたくない、ジュリエットどういうこと、シボルさんが必要な、おったやばい、あれ見てマジでなんかもうキャーで言ってしまったマジで、でもお願いします、本当に会いたい、会ってみたい、ガラスの靴のチャーシンデレラいじる、やめて、二度できれば嬉しい、赤ちゃんじゃない、もうすぐ来る、そう明日ですよ。かなちゃん手使いの前のコメントのバランスあもう可愛くない、でもさ本当に自分やばいの、結構なんか口がなんか緩いんですよなんか最近めっちゃ口が緩くて、なんか口がなんか分かんないけどめっちゃなんか口が緩すぎて、こうやって飲み物とか飲むじゃん、こうやって、そしたら絶対こぼすんですよ、今こぼさなかったけどさっきもこの辺にこぼしちゃって、本当になんかもう口が緩すぎてやばい。そう気持ち悪い、そう物嬉しそうだよ、もうお手紙もめっちゃ嬉しいよ、そうプレゼント手紙は珍しいタイプなのでプレゼント手紙ついてないの、えついてるよ、ついてるけどついてない人もいる本当おもろいみんな、そうだから皆さんお手紙も待ってますね、もうプレゼントとかもう嬉しいよ、もうプレゼントめっちゃ嬉しい、あプレゼント待ってます下ろしてる髪がやった、そう今日下ろしてました。ファレタがどこ、書いてよ、なんで叶えじゃないの、子供の頃スイカ食べる動画のポスト待ってますマジやばいよ、もうなんかみたいな食べ方して、本当に明日投稿しようかな証明写真プリクラ撮った、プリクラじゃない、学校のやつで撮った、学校で撮った、逃げ回ったからそう合格かい、姉さんかわいい、ありがとう、多分何のプレゼントしててもものすごいくるんで、そういうこと、そう何でも嬉しい、じゃあ本当に何でも嬉しいんですよマジで、結構マジで、てか聞いて見て見て、 DS3DS ねやろうと思ってさ、実家からさ厳選してさ持って帰ってきたやつが今日届いた、ママが郵送してくれたんだけど、厳選したゲームのカセット、こ
これね結構めっちゃまだめっちゃもうこれの10倍ぐらいあるんですけど、ゲームのカセットが。でもさすがにそれ全部持ってったらちょっとお姉ちゃんとかもそれゲームやりたい気分になる時あると思うから、お姉ちゃん結構 DS やってんだけどだから全部持って帰ってきたら申し訳ないなと思ってちょっと厳選して持って帰ってきたんだけど、ね、楽しみすぎる。ここだけ見てないな、去年あ高校3年生の時になんか1回見に行った。エイトルさんありがとう、手紙嬉しい、山ちゃん待ってる、同じこと書きそう。え確かに、えでもなんかね、かなおが一番大好きみたいな書いてあったよ何回書かれても嬉しいよ。僕がロミオになるのでかなちゃんがジェットの、えいいですよ、僕たちはジェットコ、山ちゃんハートありがとう。そう見てください、ハブやん、ハブバブバブやん。えなんかさ本当になんかもう落ち着けないから、せっかちだからさ、なんかせっかちだからかな、水が垂れてくるの最近いつも空いてる。違うよ、山ちゃんハートありがとう。よだれがそう口が幼稚園で、そうプレゼントとだけ届くことある、あるある、なんかでも名前はなんか貼ってあったりするけど、プレゼントだけ届くことありました、だからびっくりした。山ちゃんハートありがとう、コンパクトミラー、え嬉しい、コンパクトミラーうちめっちゃ嬉しいよ、プレゼント持ってます、待ってますそうプレゼント待ってますよ、わあバカにしたでしょ、山ちゃんハートありがとう、見てな、山ちゃんハートありがとう、一生待ちます、スイカの食べ方、スイカじゃないスイカスイカやばい、交通機関カードになっちゃう、そうめっちゃ持ってる、いろいろとも、これそうローモバやろう、そうローモバやりたいんだけどこっちのスマホなんだよ、でさっきまでこっちのスマホでやってたから、そしたらできたのにこっちのスマホだから無理なんですよ、ローモバやりたいのに自分は、もうだから配信終わったらやります、お風呂入る前なんで、ちょっと DS のカセットをね紹介します。まず友達コレクションナンバーワン、これはロンロンハイランド、なんだろう、でもこれめっちゃハマってたよ自分、ちょっとピントが合わないですね、はい、まあこれはめっちゃいいですね、はい。友達コレクション2個目 DS の方、さっきもあったんだけど2個あります、でもこれたまごっち、これめっちゃハマってた、マジたまごっち好き、パズドラ、パズドラはハマった、ハマった、なんか友達がやっててハマったけど、結構ねハマったっていうか、なんか適当にぐるぐるやってる特に頭良くないからね、これぐるぐるやってました。これはえこれめっちゃ懐かしい、なんだっけこれ、これあれだよ、このさなんとかの間とかあるやつ、こういう知ってますか皆さん、こういうのなんかミイラになったりするやつ知ってますか、そのゲームのカセットです、これめっちゃおもろいですよ、おすすめ、これ大好き、今でもね大好き、あ、これじゃじゃん、逃走中、逃走中の DS のカセット、これはなんかめっちゃうわーってなる、うわーってなりますね気持ちが。これは DS の動物の森、これはなんかねこれやるとなんか涙出てくる、なんか知らんけど、これハム太郎、これめっちゃねこれめっちゃ夢に出てくる、なんか夢に出てくるんだよね結構、なんか自分行ったことあるかもって、なんかワンチャンなんか前世ハム太郎のなぞなぞ球雲の上のお城みたいな、この DS の中の世界に住んでたんですよ前世、なんか嘘って思うじゃん、でも本当なの自分さ、このゲームで出てきたなんかところがなんか毎回なんかあれ見たことあるって思う場所なの、だから前世多分このゲームの中にいた気がする、多分前世ハム太郎だったかなって思いますっていう DS のカセットですね。あこれ太鼓の達人百花料理庵みたいな曲が好きでよくやってた、これ DS のね太鼓の達人、トモコレ 3DS のトモコレ、これね最近自分の名前作ってめっちゃ遊んでた、これはじゃじゃん小人図鑑、小人図鑑は全然進まなくってなんかダメだった、続かなかった、じゃじゃん最後に動物ん飛び盛りだ、飛び盛り2個あります、なんで2個あるの結構ね適当にいっぱいあるので、飛び盛りが2個あります、これもやろうかなまあいろんなカセットがあるので寝る前に10分ぐらいやろうかな、もちろんローモバもやりますよ、
って感じ。自分の DS でした。青です。手紙の内容バレちゃった。 3DS 高校の授業中にこっそりやってバレてついてる。やばっ。えなんかさ、それうちも聞いたことあるよ。友達もあれだよ、 3DS 取り上げられてカセットそのままらしいよ。なんかバッグの中にカセットが入ってたらしくて、それが落ちちゃって回収されてそのまま返してもらってないらしい。最悪だよね。実はかなちゃん、ありがとう。嬉しい。もう傘も嬉しいよ。もう全部もう何も嬉しい、嬉しい、嬉しすぎる。見てよ、3期生でフェフェフェって笑いし始めて、あれフェフェフェって笑ったっけ。自分で送るんじゃなくて通販で買ったそのまま私衣装箱に送るのが楽。おお、確かに。だからか、アポが痛い。ポケモンはない。ポケモンは多分ない。あ、なんか1回だけあるかも。あ、妖怪ウォッチ忘れた、持って帰ってくんの。ガーン、真打ちやろうと思ってたのに。美容家みたいに見せる方。そう、 DS 懐かしいよね。ビンゴの神様、 DS 久しぶりに見た。うちめっちゃ好き。今かなちゃんに、ヤッホー、ビンゴの神様。服に見せやだ、みんなおかしいよそれ。目がゲームでもいいから友達欲しかったんだよね。愛用知らないけど、そう、友達コレクション。でも友達コレクションはめっちゃクラスの子作ってた。そうで、なんかさ、好きな芸能人とかいるじゃないですか、みんな。その人となんか結婚させるためになんか頑張ってた。自分を育ててた。本当にガキすぎるやること。初めてのファンレター書く人って大切、大事だもんな。考えんか、なんで、なんで悩むの。盗撮の映画見に行ってね、カナも行きたい。でもあの子は誰みたいな映画見に行きたくてね。まあでも8月の頭ぐらいに行こうかなって思ってます。 DS 本体持ってる、持ってるよ。 3DS 持ってる。 DS できるんです、 3DS で。ハム太郎、そう、可能なんです。ええ、リアルに盗撮やったら逃げ切る自信あるよ。トイレに隠れるもん、自分。走るよ、と思ってごはん。懐かしい。お風呂の順番来たから、またね、確かに。待って、お風呂の順番ってあるの。めっちゃおもろ。お風呂の順番なんてあるんだ。いってらっしゃい。おもろい。とか言って、どうせ違う人の配信が始まったから見に行ってるとかじゃないよ。リスの動物の森はリセットしてる。うわ、懐かしい。あのさ、あの、タヌキみたいな、じゃあ、モグラみたいなやつでしょ。吉川さん、バラありがとう。ありがとう、シャボンの嬉しい。吉川さん、前世ハム太郎パワー、マジ前世パワーハム太郎なんですよ。だって本当にハム太郎の DS でカセットやってると、うわ、うちここ行ったことあるっていうのが何箇所も出てくるんですよ。だから前世ハム太郎なんです、自分。なんか確かに、なんかそう考えたら顔もハム太郎に似てきたなんて。いや、なんか顔ね、なんかそのハム太郎みたいな顔してるよね、自分。ポケカとか集めてるの。ポケカはなんかパパとママの弟が井出家唯一の男性、若い男性、若い男性っていうか、なんかパパぐらいの年齢のね、なんですけど、の2人が楽しんでます、ポケカ。パパとママの弟でポケカをめっちゃ集めてますよ。もうやばいぐらい、なんかもうガチで、おかしい、ガチで、こんな硬いケースとかに入ってる。ガチ勢です。私は見てます、それ。でも一緒に開封とかはするよ、折らないようにしながら。指紋つけないようにしながら。ポケカの開封します。チューさん、ハートありがとう。なぜ2個。トモコレはなんか普通 に2個欲しかったんだよね。なんか2個同時に進めたくって、それでトモコレは2個あって、トイモリは多分1回なくしたと思って買ったら出てきて、多分2個にあるなったんだと思う。しんいちさん、ありがとう。つゆさん、ありがとう。ハート。マリオバスケとか、何マリオバスケって。しんやさん、ハート、ありがとう。レイトン、レイトンとか、何レイトン。かなえちゃんの洋服に見とれて。 3DS ポケモン、うわ、あるよねそういうの。妖怪ウォッチやりたくなってきたじゃん。トムトムさん、ありがとう。バラ嬉しい。俺に消えられて DS マップとせもらえたことある。え、怖い、やだやだやだ、どういうこと、こうやって、もったいな。ダムダムさん、ありがとう。ドラクエンキャンのすれ違い通信、ね、うわ、すれ違い通信懐かしい。やりたい。今のわけに怪しい人見る目線は何ですか。か
カナエが身長伸びて嬉しいです。成長しました。まだ成長します。トマトマさん、レモさん、ありがとう。しおりありがとう。親の顔とか使って顔シューティングする顔シューティングやばい、めっちゃ懐かしすぎる。ゆなちゃんとりーちゃんやめです。かなうはファンレターって好きな子に書くのよ。え、かなうはいくぴょぴょやっほー。ゆしーちばんぶろ友達コレクション最後やめるとき全員島流しにした一人なさ病んでる。友達コレクション最後やめるときなんてあるの。なんでやめるの。いいね、そう放置しておけばいいやん。いつかやるかもしれないんだから。友達コレクションね、見てみるか。友達コレクション誰いるんだろう。怒らないかな。ゲーム DSD の配信で別にいいか。ダメとかないの。懐かしい。家族で進む順番あるんだ。確かにうちはいつも最後だった。ひまわりの種好きだよ。これ誰がいるんだろう。今8時58分、この合ってるって言えす。30時間やばいって。それ勉強以上じゃん。勉強したら頭良くなれるぐらいじゃん。そうハメたの DNA、 そうあるんですよ。富士さん、シャモンでもありがとう。大した結婚しないよ。だって今 DS やりたい。やばい、懐かしい。誰かハートになってる人いないかな。あ、なんか電話かってきた。これさ、あれでしょ、赤ちゃん生まれるやつでしょ。え、一人前に成長しましただって。赤ちゃん生まれたわけじゃないわ。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思いますって言われた。どうすればいい。旅に出させるか一人暮らしにさせる、どっちがいいと思う。ボーリング、あ、うちもしようかな。ほっぺに現金たく。山ちゃんありがとう。バラ嬉しい。インドラさん方ありがとう。かな入れかなって面白い三吉いるよって言われてきたの、いたの、言われていたのは最初。嬉しい、よかった。なんか自分面白くて、いや、なんか自分で面白いとか言わないけど。ハム太郎似てると思ってた。だってハム太郎だもん。全然旅させた方がいい。やっぱ一人暮らしさせよう。どうしよう。旅に出した方がいいのかな。まあいいや、知らん人だから旅に出そう。誰か知らないもん名前。このままでめんどくさいからいっか。ある、よろしく書こう。やゆよろしく、よろしく、オッケー。こんばんは、旅に出ちゃった。すれ違い通信、すれ違い通信ってもう終わったんじゃないっけこれ。めんどくさいな、見る。募金イベント行こう。またお金増えた。あ、なんか怒ってる。パパが、おばあちゃんも怒ってる。喧嘩したのかな。ハヤトさん誰チャラ男って誰。キューピー、マイキー、これ中古かな。なんか中古な気がしてきた。これ2個目のともこれだってさ、だって一番上にさ、カナウがいるんですよ。
一番上にカナエがいるのだからさ、多分さこれ中古な気がする。じゃあ誰だろう、アーチャム、アーチャムさんが持ち主なんだ。これ中古だ、中古の方持ってきちゃった。最悪、セーブして終わりにさせよう。すれ違い通してもう終わっちゃったんだっけ。はい終わり。最悪、トモコレも持って帰ってくる方間違えちゃった。多分中古のもう一台買った方のやつを持ってきちゃった。だからつまんない、誰もいないから。最悪すぎる、もう何やってるんだ自分は。ちょっとリップ塗ろう。え、そう、中古を買ったらマツコデラックスがいた。なんかこのリップ乾燥するな。昨日 DMS やった、 DS 大好き、つっちゃまえさん、やっほー。子供の頃から、え、マジでそう、スイッチマジやりたい。マジで中古じゃなくてもいいよね。そう、なんか中古だった、結構うち中古でいろんなの買ってるから。なんか最近も買う、なんか安いじゃん最近の DS のカセットだから、めっちゃ買います。やりたいなと思ったゲオ行って、イエーイ。だからそれが楽しいですね。それで DS をやりますよ。ピースピース、ヤッホー。そう、いいデータ残ってる時ある、ワンチャンかけて。トムトムさん、レイモスありがとう。送ってもらったら送ってもらおうかな。でもさ、こんなさちっちゃいの送ってもらうために、でもお手紙の袋とかに入れて送ってもらえるのかな、ね、こんなちっちゃいののためにママに郵送を頼むのはどうしよう。それは悩んじゃいますね。今日届いたばっかだから。そう、今日届いたばっかなんですよ、いろんなものが。お洋服とかね、あと靴とかね、実家に置いちゃってたものがね今日送られてきたんです。帽子とか、よかった。ソフト厳選失敗した、最悪。これでさ、動物の森みたいにさ2個持ってくればよかった。このさ、こっちの DS の方のトモコレはさ2つ持ってきたんだけどね、忘れてた。ほら、飛び出せ動物の森もさ2個持ってきたのにさ、 3DS のさトモコレは忘れた、2個持ってくるの。はらちゃんかよ、嬉しい。トムトムさん、バラありがとう。一人カラオケ行ったの、じゃあ今度は一人ボーリング、いいよー。一人 M ステしたい。なんか M ステのなんかサマステのところのなんかなんだっけ、あのテラーさんのとこに M ステのブースがあって、そこ行きたくて、でも一人じゃちょっとあれだったから誰か連れて行きたい。なんかね、背景 CG で合成して M ステに出たようにできるのめっちゃおもろくね。そう、一人カラオケね行って、なんか本当は歌の練習しようと思って行ったんだけど、なんか結局はなんか本当は1時間だけ言おうと思ったらなんか2時間行っちゃって、めっちゃお金払ってまあいいや楽しいしって思って2時間行って、本当はなんか歌の練習しよう、最近あんま歌ってなかったから歌の練習しに行こうと思って行ったんだけど、なんか歌ってたらなんかやっぱ普通の歌歌いたいと思ってきて、なんかあいみょんさんとか、なんかあと最近なんか西野カナさんが復帰したっていうのがを見てから、なんか西野カナさんを聴くようになって、それを歌った、歌ったり、あ、何歌ったんだろう、普通にマカロニえんぴつさんとか好きな歌とかめっちゃ歌った。この旅はこんな私を選んでくれてって歌ってた。楽しいカラオケ。あと最近愛子さんもめっちゃ聴くようになった。なんか誰かが聴いてたからね、それでね好きになった。誰だっけ、忘れちゃった。味噌汁こぼして、こぼした、やばい、こぼすなよ。こんばんは、メール便で送れば安い、確かに、お願いしてみよう。あれボタン壊れて本体の上下ばね、やばい、みんな結構あるんだね。それな、取りに行くの新幹線使うの、お題、そう確かに、あのね送ってもらった方がいいんだけどね、静岡帰るついでとか。でも次静岡帰るのいつか分かんないけど、静岡ねちょっと帰りたいんですよ本当に。甘えとかじゃない、甘えとかじゃなくて、ちょ帰りたいことがあって、甘えとかじゃないよ、なんかめっちゃ広島が嫌で静岡帰りたいとかそういうのじゃなくて、普通になんか自分家がなんか引っ越すから、そのなんか元々自分がめっちゃもう
生まれてからそこにいた 家となんかうち離れるのが嫌で離れるのがなんかめっちゃ嫌で、だからなんか静岡行きたいの今、なんかその育った家に帰りたい。だってもう多分なんか帰れない気がしてきた、その引っ越すまでに静岡帰れないから、もう本当にそれが悲しいんですよ。新しい家になるの嬉しいけど、なんか自分が19年間育ってきた、18か17 18か育ってきた家から出るってなると悲しいでしょ。帰ってもさ、その風景じゃないの、めっちゃ悲しくない？さ、メールで書いたのそれだよ。一旦コマーシャルです。そう、ゆいたんいないんです。あれね、本当はでも多分ゆいたんだっけ、ね、でもなんかわかんない、体調量だったかな、忘れた。その時はそういなかったんだよね。でひーちゃんがめっちゃひなり来てくれた。チラチラ資料見たと思ったら人間のに拾えたんですよ。いけた？あまり歌すれば聞いたことない。やだ、歌わない、歌いたくないもん。夏曲プレイリストを歌ってきた。夏だだ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 だ。3DS って昔は普通にやったけど今あるとか、え、めっちゃ画質悪く感じる。わかる、でも大好き 3DS。 一人カラオケで8回やると中央ミュージックビデオ、え、わかる。ライブ映像とかさ見るよね。うちさカラオケ行ったら絶対寝るんだよね。一旦寝るよね普通にさ、疲れるもん。カラオケはね休憩がないと無理。放課後とか寝てた、カラオケで友達が歌ってる時で、元気になったら自分が歌って友達が寝てた。愛子さんの、え、西野カナさんの歌詞でマジで共感できる。待って、どんな歌詞、うち本当にさ、うわ、なんか結構うち歌詞の意味とか結構さ理解しながら歌う、違う、聞く、音楽聞く派なんだけどさ、西野カナさんの音楽をなんかふむふむって思いながら聞いたことなかった。素敵って思いながら聞いてた。え、でもなんか確かに歌詞共感できる歌はある。なんかさ、ハニーワークスさんの曲とかマジで学生の頃もうこうやってもう同感みたいな思いながらずっと、うわーそれなーって思いながらずっとハニーワークスさんの曲聴いてた。そう、お風呂でよく歌ってた。小学校6年生の子、懐かしい。ホームシック、じゃホームシックじゃないよ、ホームシックじゃない、ホームシックじゃない、広島好きですよ。こんばんは。自分の家って一番落ち着く。そうなんです。里帰り、実家引っ越しするわからない。そう、実家が引っ越しちゃうから、多分もう自分が次帰るのが例えば10月だとしたら、もうその頃にはもういないから、実家がいない、実家に家がないから、もう悲しい。実家がに家がないっていうか、なんて言うんだろう、もともとの自分が18年間育った家がもうないから。でも新しい家に引っ越せるのはめっちゃ嬉しいんですよ。自分も、まあ、自分帰った時にふわー、綺麗、キラー、ピカピカーみたいになるけど、でもなんかさ悲しいじゃん、なんか18年間育ったのに静岡に城ごと帰っちゃった。やばい。そう、あら、新築でもしたの、新築でもしたってどういうこと。妹がさっき涙から応募したらしい。え、もろいいじゃん、いでき。そうなんですよ、いでかなう生明け、どういうこと。カナウは静岡よりも入れん、どっちも好きだよ、別に嫌いとかないかも。なんかね、静岡はめっちゃいいところだからね。ドラクエ1のゲーム配信、うわっ、何それ、ドラクエやったことない。こんばんは、私は終始しましたって完全な趣味を売れてきて、ユーザーを大切に返した。え、無料で、やば、感動。梅田から箕面の滝に向かう途中に愛子さんの曲に出てくる、何、三国駅、何の曲、箕面、ああ、やばい、早く行きたい場所がある今。ごめん、騒いじゃった、楽しみで。うー、ゆでたやつ監修、嬉しい、嬉しい、
部屋も完全になくなる。え、なんか自分の部屋できるらしい。なんか今まではなんかうちとお姉ちゃんの部屋が一緒で、妹が一人部屋だったんですよ。あれ合ってるっけみたいな感じだって、で感じだったんですけど、それが自分の部屋ができるらしいです。自分の部屋ができます。帰る部屋があります。まあ今までも帰る部屋あったんですけど、なんか完全になんかうちの部屋が妹の部屋になってたから、このなんか普通に STU になって広島来たら、なんか自分の部屋が妹の部屋になってて、もともと部屋数は少なかったんだけど、自分の部屋がなくなってたんですよ、妹の部屋になって。なんかめっちゃなんかトワイスのグッズとかさ飾られてて、あだからね、自分も新しくなります。実家アパート暮らし、実家アパート暮らしってどういうこと。そう、タワーの最上階に引っ越す。別荘あるよ。別荘は熱海にある。新しい家もうやだよ。あるよ、8月もたくさん。バイドミさんありがとう、楽しみすぎる。かなもさ、もうちょっと楽しみなことがねあるんですよ、8月に。ふぅ、待って、やばい、やんなきゃいけないことあったわ。なんか覚えなきゃいけない曲あったわ。忘れてた、忘れてないよ。あー、めんどくさいとか言っちゃダメだけどさ。めんどくさいとか言っちゃダメなのは分かってるんですけど、ちょっと眠いわ。なんか髪の毛さ、髪質改善行こうと思ったらいきなりさ、なんか髪質改善行きたいって思ったんですよ。なんかふとね、行こうと思ったけどさ、なんか髪質改善なんかやる必要あるかなって思ってさ、どう思う、みんな。去年ね、最近で去年の彼女にまあ開かなきゃだな。だってマジ去年ブッサイク、もうやだ。夜テンションのかなったらバレてる。確かに実家かなうの、かなう御殿になる。どういうことだ、どういうこと。ギフト入りました、ギフトさんありがとう、やったー、頑張ろう。ちょっと自分頑張りますので、皆さんも応援よろしくお願いします。応援、応援じゃない、一緒にゲームやろうよ。明日もう一回チャレンジしてみようかな。こっちで配信してこっちでゲームしようかな。先輩聞いたら、こんばんは、洗濯干した、外にしっかり干しまして、やることにすると、そう、いや多分忘れてたな。どういうこと。私の兄弟も実家から巣立った、今実家に帰ってもお客さん見えしかない、悲しい。え、昨日は団地読めなかったね。え、昨日何の話した、やばい、何の話したか忘れちゃった。なんかさ、同じ、なんかちょっとなんかさ、なんかしながら話すとさ忘れちゃう癖があるの、許して、許して。やっほー、何の話してたっけ、自分忘れちゃった。一旦ね、爪をね綺麗に塗っていきます。配信控えてました、どういうこと、なんで。じゃあ一緒にしてよ、控える意味が分かんない。うわ、かわいいわ。かわいい、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 好きだよ。やった、かなわ楽しみ、はるかと話できるの。かなわローバー頑張ってるよ、毎日毎日毎日コツコツコツンしてます。え、わかる、進めてくとさ、どんどんさ、どんどんさ、時間がさ伸びてくんだよね。ちょっと出入りやりやすいようにやるけど、ちょっと態度悪いって思わない。
何されたの？あ、やばい、はみ出ちゃった。なんで拒否されたの？かわいい。そういえばさ、なんか香水今日買おうと思ったんだけどさ、なんかお店閉まってた。最悪。まあそんな焦らなくてもいいか。かわいい。自分さ、占いめっちゃさするんだけどさ、最近あんま占い見てなかったんだけどさ、久しぶりにさ占いを見たんですよ。そしたらさ、なんか前見たやつと、まあ、当たり前にさ見てるものが違うからさ、前見たやつと結果変わっててさ、なんか前まではさ9月になったらいいことが起きますよみたいな、8月か、8月になったらいいこと起きますよとかさ言われたのにさ、特に何も言われなかった。もう一回見てみよう今日の夜。香水のせいなの？君のそのドルチアンドが。みんな好きな香水ありますか？結構自分のパパが香水つける人なんですけど、今日道歩いてたらパパの香水の匂いがして、うわ、パパの香水だーって思った。でもなんかさ、だからさ、そのさ、うわ、めっちゃ可愛くなった。見えないか。もうすぐ8月してるよん。可愛い、いっぱい落ち。それな、香水ドバドバ。何つけてるの？キツメ以外なら。でも白のさ、あのさボディミストずっと使ってさ、マジいい匂いすぎて。あとみんな何が好きなのかな。女性受けと男性受けって違うよね。キスメイが分かる。うわー、左手苦手なんだよ、左手のこのネイルするの。頑張る。よいしょよいしょ。なんなら今日はすごい縁起のいい日だったみたいだけど、いいことなかったな。え、なんで？何で見たの？そういうの欲しいな。そういうのうちも知りたい。うち今日何回も信号引っかかった。マジ悔しい。今日悔しい日だって、信号に引っかかっちゃったから。何回も全部引っかかった気がする。やばい、かわいい。かわいいって言ってもただのさピンクなんですけど、ピンクっていうか透明なんですけど、爪を保護してます。よし、オッケー。信号守るよ。守らないと思ったのかよ。守ってるわ。うちマジで法律は守る。あのね、学校、本当に学校で学んだ、学校のね校則は破ってもいいんですよ。でもね、何があってもね、あの国のルールは守ろうって人生で決めてるので、なので信号絶対守ります。本当にもうスカートどんだけ短くても、ゴミ捨てはしっかりそのあった日にするし、信号を守るし、もう法律は守ります。そうそう、悪いことはしない。まあ高速とかでさ、なんかスカート短くするとかってさ、悪いことではないじゃん。本当は別にいいことじゃん。いいことでもないけどさ、
だからね、そうやって思ってね、生きてきたの。そうやってね、生きてきました。夢叶うの生き様。何が基準？法律、法、捕まるか捕まらないか、人に迷惑かけるか。だってもし信号もさ、あの信号赤のに渡ってさ、車来てボンって引かれたらさ、なんか車の人も悪くなっちゃうじゃん。車の人が悪くなっちゃうじゃん。こっちが悪いのに、信号なんか車ってさ悪くなるんだって。めっちゃかわいそうって思ってさ、あまり迷惑かけるか良くないよね。って感じです。自分の今の声めっちゃ低かった気がする。なんかさ、物事集中しちゃうとさ声が低くなるんですよね。許してちょんまげ。皆さんしっかり交通ルールは守ってくださいね。交通弱者？何それ？うー、やっぱほっぺのにお肉気になるな。どうやって取ろうとするんだろう。え、そう、歩行者が悪くても車が悪くなる。そうそう、それを聞いてから、はあ、そんな意味わかんないじゃんって思って、しっかりあの悪いことしないようにしてる。信号守ってます。えらい。井出かな20歳、19歳です。よいしょ。楽しじゃないくせに嘘つき。大阪行ったらわかる。都会みんなそうだよね。ENTP だからマジ。もうルールは守んなきゃね。法律は守ります。はあ。楽しいって難しい。え？何があったの？夏休み宿題終わってないよ、まだやらなきゃいけないものがたくさんあるんだ。ドラレコがあるから。確かに静岡県警さん、お仕事お待ちしてます。そうです。そうです。しっかり信号は守ります。時間は守らなくても信号は守ります。そうです。時間は守ります。スカートは短くしても信号は守ります。自転車？うち自転車乗ってるよ、いつも。いつもじゃない、静岡帰ったら。じゃじゃーん、完成。長くないからあんま可愛くないんだけどね。めっちゃナチュラル。まあでもふっと手元見た時に塗ってないよりかは塗った方が綺麗。なんか NMB さんやってたよね、藤井の。富士だっけ、静岡かなんか。よし、オッケー。新車でどこまで行きますか。空休みだからパリピが騒いでますね。なんか祭りやってる今日。わかる。爪レシート授業中磨いてたよく。授業中よくピカピカさせてた、レシートで。でもね、結局ね、100均でねピカピカさせるやつ買ってね、それでやってた最終的に。で
でも大体ね、制服のねポケットになんかね知らないレシートが入ってるんですよ。そういう時にね、あ、レシートあると思ってよく削ってた爪を。やばいやばい、匂いが強い。おえ、オッケー、ウォーウォーウォー、全員参加でできた。あとは乾くの的。いや、今じゃん、さっかわいいよ、モチベ上がるわ、頑張ろう。このネイルが乾いたら始まりにしよう。最高。乾きます、すぐ。これこれね、時短ジェルネイル風ネイルみたいなやつだからすぐ乾くよ多分。今日寝れそう、だって今日早く起きたもん。親指は乾いた。あ、嘘、乾いた。そう、ちょっと。まあいいや、終わりにしよう。そして私はローム映えなきゃいけないんだよ。13位、しおりんさん。12位、吉川さん。11位、ゴンさん。10位、キッチンさん。9位、カンちゃん。8位、タックン。7位、キットさん。6位、山椒さん。5位、ハンシタン。4位、それがおにやさん。3位、ピスキさん。2位、トムトムさん。1位、山ちゃん。ありがとう。山ちゃん、ありがとうございました。ありがとう。月曜日終わりですよ。何時今、待って待って待って、最悪、絶対最悪じゃん、もう今日好き、海の始まり、もう何も見てないよ。バイバイ。